皆さんこんにちは。今回はパーティーを組んで突属性が弱点の敵に挑む場合、玄関強最強と言われるタゲガイカジワユミを使う場合に、なぜこのキョンシーシノンが強いのかっていうことを説明していこうかと思います。このキョンシーシノンはこの筋力増強4バフっていうスタックバフ効果があるのが特徴で、まあ、スタックっていうのは簡単に言うとバフのレベルみたいなもので、でこれが1上がるごとに攻撃力 1% 上昇するんですけど、これ1回打つと3上昇するんですよ。でこれはコネクトチェイン効果っていうのがあって、まあ、コネクトってスキル連結していけると思うんですけど、その連結分が当たるたびにスタックが369って上昇していくんですよ、自分にかかってるバフスタックの。まあそれを説明していく前に、これに何を連結するのがいいかとか、何と一緒に使うのがいいかっていうのを先に説明します。この動画撮ってる時点だと開催中のこのドールズフェスティバルオーダーのこのアクアパイルバフっていうバフ効果がついてるスキル、これ痺れる弓取りシノンっていうのがあるんですけど、これがスタック1ごとに水属性ダメージが 1% 上がるやつなんですよ。まあこういうのだったり、例えばこういう悪霊退散術シノンみたいな、この勝負師4バフっていうスタックバフですね。これも HP が少ないほど攻撃力が上昇するスタックバフですね。こういうのとか、あとはこれ劣化4バフ、このサバイバルソングシノンっていうスキルについてる効果なんですけど、スタック1につき攻撃力が20上昇するやつ、まあ、こういうのを併用するんですけど、まあこのねコネクトチェーン効果でスタック数が上がっていくんですが、それだけじゃなくてこういった試し切り一戦切りというのようなこのスタックブーストっていう効果ですね、覚醒するとその時点でかかってるバフのスタックを10増加するんですけど、まあこういうやつとか、地の呼ぶ声サーニャっていうパワーライズ4ですね、これもスタックブーストがついてて、であとはさっき言ったこのねサバイバルソングシノン、これがスタックブーストついてて、でこれらを使うとどうなるかっていうと、この筋力増強4バフと劣化4バフと勝負師4バフ、アクアパイルバフ全部発動した状態でスタックブースト1つ発動したとすると、例えばこの一番上の筋力増強4バフ攻撃力 1% 上昇が、まあ、10% 分増えると、で一番下のこのアクアパイルバフも水属性ダメージ 1% 上昇の分が 10% 上がると、でまあそこら辺が多分あの説明しやすいところだと思うんですけど、まあ勝負師4バフとかもねどれくらい強いのか分かってない人多いと思うし、まあ俺もちょっと使ったことないから分かんないんですけど、まあガチ勢みんな使ってるから多分めちゃくちゃ強いんでしょうね、多分ね。でスタックブースト1つ使うとこの4つのバフ全部10ずつ上がるんですよ。でさっき言ったこういう試し切り一戦キリトとか、あの地の呼ぶ声サーニャとか入れるほどこのスタックブーストがどん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 複数個発動するんですよ。覚醒効果は同じ名前の効果使っても全部発動するんで、例えばスタックブーストを3枚入れた場合、この4つのバフ効果全部スタック30上がるんですよ。でしかもこれのコネクトチェーン効果でスタックがさらに上がっていくと。でこれがどれくらい強いかっていうと、まあ、他の覚醒効果と比較すると、例えば覚醒効果の飛旋は最大で攻撃力が 5% 上昇するんですけど、この一番上の筋力増強4バフだけで攻撃力 10% 増加するんで、スタックブースト1個につきもう 10% と 5% ってもうその時点で違うし、それ以外も全部上がるんで、アクアパイルバフとか一番下の使うとそれも 10% 同時に上がるし、つまり何が言いたいかっていうと、こういうスタックバフ効果を複数使う場合、覚醒効果の中で一番スタックブーストが強いっていうことです。まあだからこういう突撃バレンタインリーファとか、このアドバンストルーパー5っていう攻撃力が最大で500上昇するやつですね、これ貫突したら500上昇になるんですけど、こういうやつはスタックブーストだから使われるっていう話です。でそこにさらに、まあ、こういうタゲガイカジバユミってやつですね、ターゲットが自身に向いてないモンスターに対して発動するこの HP が少ないほど強くなる効果、
だったり、まあ、こういうスナイピングアローシノンのようなこの防御量がっていうのかな、この HP が少ないほど攻撃力が上がるバフ、こういうのを併用することでさらに強くなるっていうことなんで、まあ、そういうスタックバフとかをいっぱい詰めるこのコネクトですね。コネクトは連結分は消費 SP0 になるんで、でしかもコネクトにセットすると覚醒効果が発動しないんで、こういう怪異小春っていうのを持ってるとこの HP が少ないほど攻撃力が上がるっていう効果あるのに、これ覚醒効果で回復しちゃうんですよ。でもコネクトに連結してれば覚醒効果が発動しないので、こういうのを連結してったり、まあそれ以外だと例えば85層迷宮区ならこういう非属性の鬼バフ、こういうのをコネクトチェインに連結していく、コネクタか、コネクタに連結していくみたいな、まあ、これも覚醒効果が噴光で回復するんで、まあ、コネクトに入れるみたいな人がいて、まあ、これねスタックブーストね3枚積むとやっぱ 30% ずつ上がったりしてやばいんで、まあ、劣化4バフもねスタック1で攻撃力20なんで10上がったら攻撃力が200上がるんですよ。まあこれコネクトに入れずに使うと思うんですけど、スタックブーストなんで、まあでもやっぱスタックブースト1個で攻撃力200上がって、でスタックブースト3個積むと600上がってって感じなんで、まあでもねやっぱ全部持ってれば強いって話ですよ。そのスタックバフ効果を持つスキル全部持ってれば強い、スキル揃ってれば強いっていう話です。ただまあやっぱ必須級スキルは多いんですけど、その中でもこのスキルは本当に超必須級スキルだっていう話ですね、強さ的に。あと他には霧雨さんのサイトでタグ検索したんですけど、まあ、アビリティの覚醒のスタックブーストですね、これらが、まあ、この動画撮った時点で出てきたんですが、このルーリットの森とアリスっていうやつがアクアブーストで水属性ダメージ 40% も上がるんですけど、まあその代わりねそれ以外全部弱化するんですが、これスタックブーストついてるんですよ。これがめちゃくちゃ強いっていう話ですよね、31層迷宮区行くときに。あと他で言うと野営のくつろぎシノンっていうのがあって、これもスタックブーストで、まあ、バフ効果中の敵にっていう条件はついてるんですが、非属性ダメージが上昇っていう効果と、まあ、攻撃上昇は普通に使えるんですが、まあ、これ85層迷宮区行くときに使える感じですね。まあ、以上の理由からもうスタックブーストってだけで当たりだと思っていいのかなって思いますね。まあスタックブーストを持つ覚醒スキルの中でもね、めちゃくちゃいいスキルとそうでもないスキルっていうのは確かにあるんですが、まあスタックブーストあるだけでもう随分違うっていう話ですね。以上でタゲガイカジバユミでキョンシーシノンが強い理由の説明を終わりにします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。